ういういちゃん、昨日からすごくお気に入りだね。めっちゃかわいい。お気に入りだね。なにちゃんいいの？なにちゃんはルンバくんといるからいいの。ちょっとなんか不自然や、その乗り方。とりあえず乗っといた、うん。ニコパンチくれた。ムイちゃんも外した。上手に外すな。午後にはお二人揃っての記者会見が行われる見通しです。一体どんな会見になるのか、長年皇室を取材してきたフジテレビの橋本編集委員に聞きました。今までのケースを見てみますと、男性が大体主体に答えられてらっしゃるので、眞子さまはそれに付き添う形でいろいろな言葉を加えられてお答えになるのかなと。気になる眞子さまのお召し物ですが、橋本委員は人柄の明るい眞子さまらしいお色のドレスになると予想します。ピンクな形かブルー系と拝見している中では、そういった色のドレスをお召しになられているような気がします。大変明るい中に、やはり初めてのお二人ということで緊張感といいます。バイバイ。Should I go?よいしょ。いい匂いするぞ。どうや？
発目。ああ、いい匂い。お父ちゃんにも後で、ひとかけらやる。あるでしょ。あの、猫まんまじゃおかけ。じゃあ、天ぷらにする。天ぷら。やっぱ、食べがいいね、新しいと。香りが。やっぱり、匂いが。おじゃあ、父ちゃんにも しようかな。あ、うまっ。じゃあ、母ちゃん。絶対人間が食ってるやつよりうまいの。麦ちゃん。早いね、あんた。一番賢いね。さっさと食べる、人のやつ。大体偉いね。はい、麦ちゃん。これ、残ってるやつあれ。脱いで、こっちへ、こっち、こっちにもあるよ。大ちゃん、大ちゃん、大ちゃん、頑張れ。大ちゃん、頑張れ。大ちゃん、ごめん。頑張るんだ。もうないな。じゃじゃん、天ぷら盛り合わせ、はい、冷ややっこ、いただきます。いただきます。はい、お疲れ、はい、お疲れ、初日お疲れ。初日って何や。驚いた人、その一瞬の勢いが届くのですよ。青春を目指す三種池田特大生湯沢の作品の本当は戦争カーリーは200点満点で言うはずです。絶景いいな、お前。今日はいい。ねえ、大ちゃん。いいじゃん。大ちゃん。大ちゃん。すーしーね、兄弟ちゃんね。今日は寝やすそうだ。よかったね。大ちゃん。かわいいね。かわいいお顔だね。かわいいお顔だね。麦ちゃん落ちました。笑い落ちちゃう。全然大丈夫やんな。ちゃんと受け身したわな。受け身っちゅうかちゃんと足から落ちた。で、大ちゃん腰から落ちたからな。うまいな。大丈夫。
ギャー、大丈夫な。びっくりしたな、びっくりしたな。カオゴの麦ちゃん。小麦です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいにゃん。また見てにゃ。ほなにゃ。